札幌競馬場第1レース2歳牝馬限定の未勝利戦芝コース 1500m 出走馬9頭です。厚い雲の切れ間からコースの多くの部分日差しがこの時間は降り注いでいます。この後お天気がぐずつく予報の札幌、天気はどうなるか。今日は横山和夫騎乗予定だったレースすべて騎手変更。このレースは5番ビバベローナ、ジョアン・モレイラ騎手に変わっています。全馬ゲートの中スタートしました。5番のビバベローナが出遅れまして後方から1番のサノノリッチも後ろからです。周回コースの2コーナーにかかるところで4番のセイユンマカロン前に出ました。外から9番アイスノート、2頭の先行争いに変わっています。向こう上面に入るところ3番手内から3番のクイックバイオ、前が空いていたようで前の2頭の内に入る形で3頭の先行争いに変わってクイックバイオが前に出そうです。セイユンマカロンが引きました。この内から2番オレンジダンサー並びかけて5番手インコース7番サクセスカノン、やや離れた外に6番カリンテラス、後ろから4投目5番ビバベローナは内を使って後ろから3番手まで上がりました。外に1番サノノリッチと8番のフォカッチャです。3コーナー回っていきます。前を行くのは3番のクイックバイオ、リードが首ほど、2番手9番アイスノート、3番手のインコースに7番サクセスカノンになりました。体半分差の4番手2番オレンジダンサー、4番セイユンマカロンは5番手です。3番のクイックバイオ先頭、やや内を開けていて内から3、4頭分のところ最内いっぱいに7番のサクセスカノン、クイックバイオの外に9番アイスノートです。4コーナーカーブ、その7番サクセスカノンも外に持ち出しまして直線コースに向かいました。先頭3番クイックバイオ、リード体半分から1馬身、2番手7番のサクセスカノン、外からは9番のアイスノートが追ってきています。3番手先頭3番クイックバイオ、リード1馬身、2番手7番サクセスカノン、3番手9番アイスノートで体勢消したか。先頭3番のクイックバイオ5輪、2着7番サクセスカノン、3着9番アイスノートの順番です。向こう上面で空いていた内を使って先頭に立ちました3番クイックバイオ、レース途中先頭に立っての押し切り勝ち、時計は1分29秒9、川田優雅騎手、2着7番サクセスカノン、3着9番アイスノート、ゴールまでの 800m は47秒6、600m は35秒5でした。